皆さんこんばんは。マクガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。また初めましての皆さん、どうもありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。はい、毎日投稿で台本なし編集なしの一発収録でお送りしておりますマクガイバーの小部屋チャンネル。本日のテーマは特撮です。ご紹介する内容なんですけども、つぶらやストアさんからですね、品物が届きましたということで、その開封動画ということでご一緒していただけたらなという、まあそういう動画になってます。はい、発売日としては5月末日発送ということだったようなんですけど、本当は確か4月だったと思うんですよね。1ヶ月伸びたはずなんですよ。まあ理由はよくわかりませんけども、はい、待ちに待ったと。そして私としてはこの手のものを買うのは初めてかな、だと思います。はい、まあね、有名なキャラクターではあるんですけども、その中でもあまりこう造形化されないタイプかなというところなんですけどね。で、これがね、まあもう私のそのマクガイバーの小部屋がもうはみ出てパンパンな状態なんで、一体どんな風な状況になってるのかもよくわかんないんですけど、とりあえず開けてみたいと思います。まあどうなんでしょうね。中がその形状も知らないんですよ。どういう風な梱包にされてるのかも含めてね。ちょっと待ってくださいね。どうしましょうかね。こんな感じでいってみましょうか。軽めにね。向こうがね、すいませんね、もうこの辺りがね、私のチャンネルはもう本当にアナログですのでね、はい、一部始終を見ていただくという動画になっておりますので。お伝票が入ってますね。伝票が入ってるんで、これはもう抜いちゃいましょう。ちょっと待ってね。よいしょ、ちょっと待ってください。一つしかね、当然買ってませんので間違いなくあれだということは分かってるんですけど、さあどうかですよ。どうなってるのかな。ちょっと待ってください。どうしようかな。こうしてで、ほうほうほう、あ、こうなってるんだ。なるほど。箱の中に箱が入ってました。はい、ますます動けませんね、これね。ちょっと待ってくださいよ。もう見えてますか。わあ、すごいな。カメラが動いてしまいましたね。すいません。こういうのがね、本当に買うことがあまりないので、見えましたね、ちらっとね。よいしょ。ちょっと一旦これを引き抜いて。よいしょ。はい。で、ちょっとだけカメラをすいません、ずらしますね。しばらくお待ちください。はい。カメラをずらします。よいしょっと。はい。で、これを片します。ね。もう私のチャンネルを長く見てくださっている方はね、この手の作業は、ああ、またこの感じねと思っていただけると思うんですけども、まあ出ましたね、これですね。はい、ダダーンと。カメラ戻しますね、一旦ね。じゃと、はい、こういうことでしたね。と言ってもまだ見にくいですね、これ。どうしたもんだろう。待ってくださいよ。はい。わあ、すごいな。これはかなり厳重に入ってるんですね。
よいしょ。はい。収まりきらない。当たった。はい。こうですね。じゃあちょっとカメラをさらに上に向けて。はい。こういうことですね。ちょっとこれは想定外でしたね。まだまだ梱包を解かないといけないんですね。はい。これが株式会社、まあ、つぶらやストアさんからね、購入したんですけども、もうこれ見にくいですね。これも外しましょうか、もうね。ちょっと待ってくださいね。どっちだ、俺は。どっちだ。ここかな？本当にね、もうこういうちょっと商品はどう扱ったらいいんだろうって困っちゃうんですよね。もう不慣れすぎてね、ね、動画とか見てたら本当にこう東宝30センチシリーズとかね、すごいなーっていうのをね、もう購入される方々がいらっしゃってですね、もうその方々はもうなんかどうされてるんだろうって、もう僕はなんかもう怖くなりますね、ちょっとね、こういうのはね。買い慣れないものを買ってますんでね、はい、でもこれはね、やっぱりその雑誌で見た時にどうしてもね、これはちょっと欲しいなって思ったんですよね。しかもこれ一般流通版じゃなくて限定版なんですよね。だからますますこれはと思ったんですけど、袋の連続で、よいしょ、はい、はいはい、よいしょ、はい、出ましたね、どんと、あ、逆さまだ、よいしょ、はい、こちらです、はい、お待たせいたしました、はい、株式会社ハンサム太郎 M さんですかね。で、空想科学特撮モデルシリーズウルトラマンタイプ A ということですね。で、ここにあるんですけど、見えますか？これね、つぶらやストアオンライン限定品ということで、言えばね、重塗装バージョンになっているということですね。側面はまあこんな感じですね。これ、こちらがそのハンサム太郎 M さんという会社なんですね。この名前もわかんないですよね。よく知らないんですけど。ただこの、関健二さんでしたっけ？造形が。その方は、よく存じ上げてて、アルティメットルミナスとかの造形をされてる方ですね。すごく評価が、高いですよね。じゃあ開けますね。はい。じゃじゃんと。おお。ああ。こうなってるんだ。あ、なるほど。組み立てなんですね。で、これが、よいしょ。この、オンライン限定の、フィギュアがついてます。これね。あ、結構大きかったんだ。もっと小さいものだと思ってましたけど、こういう、出してみましょうか。はい。これね。こういう感じ。ちょっと見づらいですね。こういうものですね。まあ、ウルトラマンが、ぐっとこう手を伸ばして立ち上がっていて、で、背面には、家督隊のマークがついた、この家督隊基地があって、ウルトラマンというものですね。はい。メイドイン東京ということで、日本製というものなんでしょうね。で、ノットフォーセール。ということで、これがハンサム太郎 M さんのマークも入っているということですね。ああ、そういう意味では日本製っていうところでは、ね、なかなか現状では手に入りづらいですね。あ、で、ここは一応ソフビなんですね。なので、ここで、この分割線があって、組み立て式になっているようです。はい。これ光入れたらライトアップして綺麗そうですね。はい。しかもこのウルトラマンもこれ A タイプっぽいですね。はい。さて、次が、
よいしょよいしょよいしょ、はい、なんですけど、なるほど、こういうことになってるんですね。ちょっと待ってくださいよ。よいしょ。そうかそうか。もうタグ袋がついてね、タグがついてどうとかいう形じゃないんですね。昔のなんかこうガレージキットのような感じにも思いますけど、はい。そうですね、原型制作文関健二さんということで、このそれぞれを分割になっているので、組み立ててくださいねということで、こうパーツが入っているということになるわけですね。はい。ということですね。袋としては2袋のようですので、これちょっと今組み立てるの無理なんで、また組み立てますね。はい、ちょっと今回はこの動画ではここだけにしましょうか。ちょっと見づらいかもしれませんけど、ちょっと待ってくださいね。またカメラをずらしまして、よいしょ、こうして、そしてこうして、そしてちょっとズームにしましょうかね。よいしょ、ズームいけますか。はい、こんな感じですかね。関健二さんの文ということなんですが、何十体ものウルトラマン関連の商業原型を作ってきた私ですが、今回のハンサム太郎 M ウルトラマン A タイプの原型制作は納期度外視でやらせていただきました。だからもう徹底的に時間をかけて作られたということですね。スーツの縫い目や傷等の目立たぬようなディティールの追求より、フレア・ビンさんですね、サトシさんの中性的で、これな、な、生、生めかしいっていいんでしたっけ、精悍なスタイリングを少しでも再現できたらとの思いで造形しております。で、番組制作初期の試行錯誤ゆえに、ラテックスの質感によるシワだらけの顔や、B タイプや C タイプのような筋肉の盛り上がりが少なく、着ぐるみとしての評価が激しく分かれるウルトラマン A タイプですが、私にとっては彼こそが原点にしてウルトラマンの完成した姿だと思うのですが、全くその通りですね。もうおっしゃる通りですね。はい。皆さんいかがでしょうかと。もちろん B タイプや C タイプも素晴らしく魅力的なのですが、私としては無表情な FRP マスクより、不思議な生命感あふれるラテックスマスクの A タイプに俄然痺れてしまうのです。ボディの筋肉表現も B タイプ、C タイプは多少不自然でやりすぎ感を抱いていたため、適度な肉付きが実にかっこいいのであります。先にも書きましたが、私は B タイプ、C タイプももちろん大好きです。ただ立っているだけで美しく、佇まいが本当に絵になる。私にとって思い入れの強い正義の怪人ウルトラマン。皆様のコレクションのお気に入りに加えていただけると本当に嬉しいです。空想科学特撮モデルシリーズは始まったばかりです。今後の展開に期待ください。これが、次がセブンがもう確か発売、予約中ですかね。だと思います。はい。私はやっぱウルトラマンが好きなので、ここでなんですけど、しかもこの A タイプね。でね、この嬉しい一文、これですね。正義の怪人。これね、ここですよ。正義の怪人。まさにそうで、得体が知れないっていうところがね、かっこいいんですよね。BC はね、もうヒーローすぎるんですよ、僕の中ではね。だから一体これは敵なのか味方なのかっていうところを、こう、いかにも、なんか異星人だなっていうふうに感じさせてくれるのが、この A タイプで好きなんですね。はい。なので今回ね、まあ、B、C とかはね、これもいろんな方が作って出されてるんですけどね、ずっとそういうの買わなかったんですけど、やっぱ A で、しかも今回この重塗装タイプということで、これはね、やっぱり購入しました。ということで、すいません。こういうここまでの振りをしときながら、本日は開封までということで、次回、本物ということで行きたいと思いますので、どうぞお付き合いいただけたらと思います。すいません。こんなアナログチャンネルですので、どうぞお付き合いください。というわけで、本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。この動画気に入っていただけましたら、グッドボタン。また、チャンネル登録、継続視聴。お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。またコメントいつもありがとうございます。励みにさせていただいております。またどうぞよろしくお願いします。はい、検索の際、マクガイバーの小部屋としていただきましたら、様々、再生リストや過去動画出てきますので、よろしければ見ていただきまして、高評価、チャンネル登録していただきましたら幸いです。
映画もやっております。ご覧になっていただけたら、映画テーマをね、見ていただけたらと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。